ポチさん、えー、スパッチャ3回目です、えー。大学3年生の男です。根拠のね、自信の付け方を教えていただきたいです。現役で早稲田大学に合格し、えー、高校で当体力テスト1位でしたが、全く自分で自信が持てず、人と話すのが不安です。何かアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いします。うんうん、うん。どうなんだろう、まあ。早稲田大学に合格したぐらいだったら、まあ、ね、毎年本当に1000人ぐらいかな。わかない。何人ぐらい合格するの早稲田って。とんでもない数合格するじゃん。 他にも慶応だろう、東大だろう、京大だろうって、自分よりもね、学業がうまくできる人はたくさんいるだろうから、そんなことは多分自信にはならないと思うので、で体力テスト高校で1位っていうのも、まあ高校は多分ね、数千校あるから、あの、数千分の1でしょあの、本当に一番かどうかもわかんないし、あの、その上に大学生もいて、その上に社会人もいるので、体力も大したことないんじゃないかなと、 想像します。だから今はまだ世の中に対して自信が持てるような能力がほとんどないと思うので、この大学のうちに世の中で本当に役立つ、あの、能力か知識か技術かを身につける。でそれと同時に、あの、人ときちんとコミュニケーションを取れる 自分の能力とか、早稲田なんだ、俺とか、体力テスト1なんだとかじゃなくて、そんなことがなくても、楽しいコミュニケーションを取れる、やっぱり人との関わり方を身につけた方がいいと思います。そんな自信持ってオラオラってするより、よっぽどその方が人生うまくいくと思うので、はい。あの、自信はまだつける、つけられるような,な,な何かを成し遂げてないんで、全然。はい。だから、まだ自信なくて当たり前だと思います。 わざわざ大学3年生で高校で体力テスト1位だったぐらいで僕は人生に全く自信持てないんで、はい。だから <laughs>、しょうがないと思います。それは自信ないのは。そんなもんですよ。まだ何者でもないんだから。だから、何者かになる努力をして、さらに何者でもない自分でも楽しく人とコミュニケーションを取れるようにしたらいいと思います。頑張ってっちょう。勝ちたかったら登録しとけ。